ふう、久しぶりすぎてちょっと忘れてしまった。学校2週間ぐらい休んで、なんかクラスのノリについていけないような、そういう感じのあれになっている。気持ち的には来世ドゥル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 、謎の女、またお前らが思い立たせてくれてありがとう。飼い主と82000、82000、126340円。俺が今まで冒険した半分以上のお金をこいつらで手に入れてしまった。恐ろしいあれだな。恐ろしいゲームになってきた。あれどっちが強いんだっけ、アシュラ。あ、オッケー、これでいい。待ち構えていたな。紳士だな。装備を整えるの全部待っていた。服屋の試着室の外で待ってくれる男みたいな。親父を袋。お前もいらっしゃい。地獄にさ。やべえ。始まってる。お前らもか、そんなに死にたいのなら、まとめて地獄の砂にしてやろう。恐ろしいな。やめなさい。燃やさないで。どうしまったんだい。おやじおふくろ、ちょっとこれは一応あれだな、攻撃をしないでおっか。じゃあエッチの親ということで浮かずに手は出せん。消去しなってんのか。両親を取り戻した。その人間の怒りってもう見せてやるぜ。覚悟しておけ、お前は。生足。熱い。この展開熱すぎる。これカウンターか。おお、めっちゃ強い。なかなかやるじゃない。
おい、いいろ。早くハイポ、早くハイポ、一刻も早くハイポ。ナマース。なんでローザばっかり狙うんだこいつ。こいつ分かってるな、誰を先に殺すべきなのか。最悪だ。恐ろしい戦いになってきたな、これは。いけるか、間に合うか。頼むぞ、足を出せ、露出をしてくれ。頼むぞ、お前のその行動にかかっている。よーしか、ハッピータイム、ハッピーアスタイム。私の吹雪をほーみたいな、どういうテンションだよ。これカウンターだな。スイトン。おお。強すぎる。した、生足天国。こっちの負けだ。だがいつの日か必ず蘇る。こんなセリフあったっけ。さらば。え、あれ、こんなんあったっけ。俺の初めて見たかもしんない。え、ちょっと待って、何これ。なんか変な終わり方しやがったな。いつもなんかボーンボーンってなんか勝手に消えたっていうような気がしたんだけど、見事だ、立派な戦士だった。さらばだ。もう一回回復してくんないかな。どっか行っちまった。わかー、俺もあのスピードでなんか走れるようにしてくれよ、普段移動するとき。こいつらも一緒だよね。なんかあれを思い出したな、シドのあれを思い出したな、カイナッツ汚染の後の。実は裏で見ていたっていうパターンだな。行こうぜ。デルデル。クリスタルーム。お、すげえ。音じゃな。おい。ひどすぎる。なんたる真知。めちゃくちゃだ。地底の浜まで落ちたんです。よく生きてんな。むしろよく生きてるな、そこまでされて。ひどいことだ。こいつらの肉体の
毎日筋トレしてたんだろうきっと。筋トレを欠かさない日々。ドゥイドゥイ誰だ。うわやばい、なんかすげえ、なにマザーラミア、こんなの、え、こんなんいたっけ、こんな色だったっけマザーラミアって。やばい、やばすぎる。ちょっと危険な、危険な匂いがする。なんかどっかあった気がするんだけどな、ここじゃない、なかったかな。なんかどう調べると、なんか爪が手に入るところがあったような気がしたんだけど、隠しアイテムみたいなのがね、どっかなんだよ。ここだったかな。あ、これだ、地獄の爪見つけた。やったぜ、レアアイテム。レアアイテムっつうか、まあよくわからんよくわからん。え、これどっちだ、右かな。あ、右で OK。 ででーん、何マザーラミアって、怖すぎんだけど。地底の化け物だ、あんなの戦ってられん。やばい、また来るか。まあ、ミスリルゴーレム、新しい用心棒連れてきた。逃がさんぞーみたいな、橋の上で蹴散らしてやる。飼い主登場。飼い主と彼女、やっぱりあいつらあれだな、カップルだったな、あいつらは。睨んだ通り。おい、今回復したばっかりなのに、もう。あ、なかなか強い。もう勘弁してくれよ、もう。あ、逃げるよ。お前らがバックアタックを仕掛けてたらあれだからな。こちらは、カットをしなければな。新型低空艇？いいんだよ。グリーンだよ。強盗だな、こいつは。エッジ、26歳。ファルコン。ファルシオン。お、あ、動かせる動かせる。あ、でも、あ、ここから先行けないんだ。へぇー。ティロロ、ティロロ、ティロ。じゃあまず城戻ろうぜ。失敗しましたって報告してね、行かなきゃな。クリスタルは取り戻せませんでしたという。あれよ。変なおっさん助けた？救護室で寝てる。ほう。変なおっさん。ちょっと王様にじゃ話しかけに行くか、先に。ちょっとフェニオも買わなきゃな。待ちわびたぞ。実は、失敗しすぎだろ。冬の洞窟を強引に開けようとしておる。頑張ってんのか、あいつも。無理やり扉を開けようとして。ほう。最後のクリスタルは守らなきゃな。よーし、いいぞ。南西の封印洞窟。止めな大陸。溶岩で一気にできない。あ、てかさ、あれじゃん。低手のおっさんいれば回答できないか。しんの低手のおっさんがいないんだよね。限界に伝わる、通じる洞窟がある。なんかいろいろ話変わってるっぽいな、なんか。ラリホー。ドゥル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 ドゥ。まだ言ってるよ。自慢話。ちょ、フェニオンが欲しい。フェニオくれ、フェニオ、フェニオ。あれ？ちょ、俺フェニオ持ってるよね。俺買わなかったっけ？ちょ、待って。あんじゃん。あ、どっかにあるか。俺整理してなかったのか、じゃあ。ちょ、全く記憶ないわ。お！あれは。やたら元気。おっさんのくせに。食いしん坊。おい、なぜ飯か、わしの口に。お前生きてたの、無事だったのね。あれだけカッコつけたよね。このなんか悪意を感じるな、このセリフに。
死ねばよかったのにってなんか恐ろしいな。生意気なやつ、ジジイ。ちょっと照れてる感じがなんかあるな。わしの出番のようじゃの。まったく元気ありすぎだろ。こいつらおっさんだったの。いや、いやいやいや、あーじゃねえよ。重傷だろ絶対に。どう考えても絶対無理してるでしょ。あんなだって爆発してんだから、自爆をしたんだからね、この人。こっち来い、あれみたいな説教してるな。早くしたまえ。カインも手伝え。これなんかセシルを前に出してみたいな、俺は後ろで休憩するぜみたいな。危ね、落ちそうになってるし。呼ばれないようにちょっと後ろにいるみたいな。おい、ありがとう。ああいう作業の時はちょっと後ろの方で見てるだけだけど、なんかこういう大事な時はちょっとここに立っていて、なんかちょっと人の心配をするみたいな。俺の株を上げとくみたいな、手抜きをしながら株を上げるみたいな、そういう感じだな。よく寝ろよ。またな、たんまり寝てくれ。よーし、行くぞ。カインもだんだんあれだな、極悪人だな、こいつ。こんなんだからもうゴルベーザに乗っ取られんだよ。間違いないわ。行くぞー。さあ、その溶岩が解放されたから、じゃあどの程度のとこに行けるのか。まあ結構行けるとこ増えたんだけど、まず、ここは行かない。今は行かん。次ここもう行かない。でもどっちもね、重要なアイテムとかなんかね、装備とかあるから。あ、ちなみに次ここが次のとこ。あのね、無理、強すぎる。敵が強すぎる。これどっかなんかなかったっけ。なんかあった気がするんだよな。俺の気のせいだったかな。お、相馬の雫。もう撃たんぞ。アダマダイド見つからんし。相馬の雫が、あれよ。どっちにしようかな。MP が上がるっていう、そういう類のものだ、これは。どっかにあった気がするんだけど、俺は気のせいだったかな。隠し通路的な。黒師匠の家。やる気をなくしてニートじゃねえか。バンド役。やる気をなくす時もあるよ。まあ、人生そんなもんだろ。あれ、こうなかったっけ、隠し通路。ここじゃなかったのかな。お
俺の気のせいかもしれん。ドゥルドゥルドゥル。本当はここら辺止めたいんだよ俺は。歩きたくないから。俺の手が滑っている。トメラの村。どっから来た？またネミングウェイがいる。あんまあれだな、変わり映えしないな。早い。なんだあいつ。こいつちょっと活発すぎだろ。生まれたばかりのセミみたいな感じだな。ゴキブリみたいな、なんかどいてくれ。生後3ヶ月ぐらいのゴキブリ。いやちょっとごめん、今のはちょっとひどい言い方だった。何でも持ってくやつがあんまりないよね、お宝。ノブやっております。エーテルトライ2000いける。ちょっとアイテムも整理しなきゃダメだな。呪い、こいつは死にかけている。まあいらないでしょ。珍しいのがそんなにあるのが人来ないの、ここは。ダイヤか、どうしようかな。買ってもいいけどって感じだよな。まあ、いっか。あれ、なんか本がある。本つうか、なんか、これなんか読めんのかな。読めないか。なんで。ちょっと期待したじゃないか、俺は。ドキッとしたじゃないか。はい、ほう。ここにも死にかけがいる。限界に通じている。ほう。行きたいんだけどね、めちゃくちゃ強いの。敵が強いし、みたいな、なんか。シルフ優しいのか。お、広いな。しかも割と結構良心的。おやすみ。おやすみ。このレベルでいけるのだろうか、果たして。まあ、本当だったらまあレベル上げつつってか、まあレベル上げて、でそのさっきの左上のなんか2つ洞窟あったとこあったんだけど、そこ行ってで、次の洞窟に行くってのがまあ、いいと思うけど。ほら、こっから行ってみよう。よし。またな。